はい、皆さんこんばんは。第30回あずま焼き物広場テレビジョン開始したいと思います。今日はですね、題名は、着物の身幅について、お話ししていきたいと思います。身幅というとですね、皆さんね、ちょっと難しそうな言葉だなっていう思いがあると思うんですけども、着物の身幅というのは、実はですね、大きく、聞き慣れた言葉で言うと、前幅と後ろ幅、っていうふうに、大きく分かれています。でその他関係するところがですね、奥みっていう部分も、この奥みっていう言葉がですね、このテレビジョンにもね何度も出てきます。今日もねその奥みも少し関係してきますので、皆さんね分かりやすくご説明していきますので、分かってらっしゃる方もですね、そんなことは分かってるよとは言わずにですね、ぜひ、ゆっくり行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。このね身幅というのがですね、これはもうテレビジョンでもディレクターさん2回目だと思うんですけども、身幅についてね、私がですね、実は着物の中でね、一番重要な要素を、兼ね備えている、寸法だと僕は思っております。で、まずはじめにですね、お伝えしておかないといけないのはですね、この身幅の考え方一つでもですね、例えばですね、他の着物屋さんだとか仕立て屋さんによって多少考え方の違いが出てきます。ですから今日私がこの身幅がピタッとくるよとは言いますけども、絶対的なものではない。ただしもう私どものですね、お店はもう3代続く呉服屋でですね、一応自分たちがこのぐらいのヒップサイズだったらこのぐらいの身幅が合うよっていうところはね、経験上分かっていますので、ぜひともご自分の着物と、自分のヒップサイズが、合っているのか、ここですね、ここが今日の、大きな議題とさせていただきます。ご自分のヒップサイズが着物の寸法でいう身幅というものと、落とし込んだ時にですね、適応しているのかどうかっていうところをですね、ぜひとも興味深く、お話を聞いていただけると嬉しいと思います。でそれからですね、ユーストリームのいいところでですね、この、ソーシャルストリーム、皆さんのね、見ていらっしゃる画面の、右側に、ソーシャルストリームっていうところがあります。そちらの方にですね、どんどんチャット機能みたいになってまして、私も見ておりますので、今ね読されているのは私だけではなかったとハオリーモさんがおっしゃってますけども、このように私がね、その都度お話をさせていただきますので、またディレクターさんもチェックしておりますので、ちょっと今のところ分かりにくかったとかありましたら、ぜひともソーシャルストリームの方に、打っていただければ、その都度お答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまずね、身幅の話をじゃあ入っていきたいと思います。で身幅のことでね、なぜ私がもう口を酸っぱくして言ってるのかというとですね、これ実はですね、浴衣とかですね、浴衣に限らず、浴衣が一番大きい既製品の着物に対してですね、私が非常に思っているところがあります。これはどういうことかというとですね、皆さん例えばネットショッピングしたりとかですね、ちょっと大きめの、呉服屋さんだとか、ショッピングセンターで、浴衣を見たことがあるとか、お買い上げになったことがあるっていう方いらっしゃると思うんですね。でその時にですね、当然着物にも、寸法が表記されているんですよね、その既製品の着物にも。でその既製品の表記の仕方に僕は問題があるのかなと実は思っています。これどういうことかというとですね、既製品の着物の表記、皆さん分かりますかね。まず身丈って書いてあります。身丈イコール身長ですので、大体ね平均的に言うと、ということは身丈が165と書いてあれば、大体165センチ前後の人に合わせてありますよということになります。これは表記されています。それから雪というのは手の長さのことですね。ここのね背中心、首の根元のグリグリから、このくるぶしぐらいまでの、センチがおそらく既製品だと67センチだとか、
68センチだとか、そういうふうに表記されていると思います。これもまあ重要なとこですからね、手の長さというと。ということは68センチ、前後の方に合いますよということも分かりますよね。ただ、着物の性質上、あと絶対に聞きたいなっていうところがあるんですよ。分かりますかね、これはもう何回も言います。着物は巻きつけて着る性質がありますよね。こう巻きつけて着るんですね。こうヒップの適用サイズって書いてあることはありますか？ないですよね、多分。それよりも、どんな既製品の着物にも書いてある言葉が袖丈ね、袖丈、袖丈ってここのことです。袖の丈のことは書いてあるんですね、なぜか。まあ、大体49センチとみんな書いてあるんですけど、袖の丈って人によってそれほど重要ですか？いや、僕はね、袖丈は、まあ、当然ね、常連さんになってきたりとか、もう着物が大好きになってくれば、これは確かに自分で選びたいところあるんですけども、既製品全部49センチって書いてあるんですよ、全部。っていうことはいらないでしょと。それよりか、ヒップの適用サイズを書かないとですね、着物は先ほど言ったみたいに巻きつけて着る性質上かなり、僕にとっては重要ではないのかと。ですから、既製品の着物に書いてないのであれば、やはり、皆さん、今日お聞きになっていらっしゃる方たちにはせめてね、自分のヒップに適応する着物のサイズってどのぐらいだろうと、ぜひともね、分かっていただきたい。そうすることによってイコールどういうことが起きるかというと、着物って言うほど着にくくないよね、歩きにくくないよね、動きにくくないよねっていうのが分かると思います。で、逆に言えばその既製品のサイズを理解して、身幅ですね、既製品のヒップとか身幅のサイズを理解すれば、それに見合った方は、既製品でも大丈夫っていうことになるんです。ですから僕は既製品がダメだというわけではなく、既製品の身幅のサイズと自分のヒップサイズをやはりちゃんと分かっていると非常に着物が楽しくなったり着やすくなったりするので、そういうところをね、今日は皆さんと考えていきたいと思います。じゃあこれをまずはお話をしといて、今日はですね、その身幅というのがどういうことか、またどこの部分が身幅の部分にあたるのか、そこからいきます。ちょっと私がね、今日着物をそのために野馬鹿ではなく今日は着物を着てきています。ちょっとディレクターさん立ちますね。これ分かると思います。ちょっとね、縦筋の着物なので少し分かりにくいかな。でもね、ここです。身幅のところっていうのはね、このヒップ、特にヒップというよりは一番体で太いところを、表します。まあ大体お尻のところですね。ここです。ここが身幅になります。で、この身幅を表すのに、着物業界では先ほど言った、前幅、ここにね、着物って線が入ってるんですよ、実は。ね、ずっと線が入ってます。まあどんな着物でも絶対入ってますから分かると思います。ここの線からここの脇といって、ここの脇にも線が入ってます。ここまでを前幅と言います。ここ前幅と言います。前幅で、今度ぐるーっと後ろに回って、ちょっと僕見えてないんですけども、ここに中心に線があります。ここですね、お尻の中心に線があります。ここから脇まで、ここから脇までを、ここ2つあるんですよね、後ろ幅っていうのはね。ここを後ろ幅と言います。わかりましたかね。それからですね、前に戻りました。前に戻りまして、今度この前幅の部分の横にちょうど15センチぐらいの布がついています。またこういうふうに細長くこうずっとつながっています。ここの部分、この部分を奥身と言います。この部分をね、奥身と言います。で、奥身と前幅と後ろ幅というもので、着物の身幅というのが全体的にできています。で、ここで分かる
なぜ私が着たまま、ご説明したかを、今日は、今からやっていきたいと思うんですけども、まずはその前幅と後ろ幅と奥身幅っていうのを、分かっていただいたと思います。で、ここがじゃあヒップとどういうふうにしたらね、自分のヒップサイズを測れますよと。これは測れますよね。今日もね、実はメジャーが持ってきまして、私のヒップは実はですね、ね、ヌードのヒップを大体皆さん言ってらっしゃると思うんで、ヌードヒップが89センチぐらいしか僕はないんです。一番太いところでね。で、私は89センチ。で、自分はじゃあ、例えばどのぐらいなのかっていうのを後から測ってみるといいと思います。で、ヒップサイズが分かった後に着物のどこからどこまでを測れば大体適合するのかというとですね、ズバリいきます。ここですね。前幅がここまで来てますね。前幅というか前にこんだけ布が来てます。で、後ろに回ってずっと布が来ています。そうするとですね、結局一周すると、ここまでで蓋が来さるという、蓋が来さるというかですね、ちょうど一回転回るんですね、布が。これ中です。で、当然着物って中にもね、こう、下前身頃と言われている身頃がこんだけ分ついてます。この下前身頃のここの前だけを抜いた寸法をね、ここの下前身頃の奥身と前幅だけを引けばちょうど一周回るはずですよね、ここでね。その一周回ったところが自分のヒップとおおよそですよ、おおよそ。ね、ここでかなり分かっちゃいます、もう。ということはですね、ちょっとこれ書きますね。ね、こういう時にテロップがあると便利ですね。これね、おおよそのヒップ、奥身幅プラス前幅プラス後ろ幅かける2。これいきますね。これ、はい、わかりやすいと思いますよ。こちらでございます。奥身幅プラス前幅プラス後ろ幅かける2。で、大体のヒップが出ますよと。これね、重要です。大体ですね。これ私の考え方はちょっと違うんですが、とりあえずこれはね、簡単に分かりやすく言います。はい。で、大体分かっていることは、これセンチで今日は行きますね。寸で、私は寸で行くんですけど、これセンチで行きます。大体奥身幅っていうのは、実はほとんど決まりがあって、4寸って言って、大体 15. 何センチだったかな。15.1 センチぐらいだったかな。それから前幅っていうのも、これは自分の寸法によって違うから、例えば前幅6寸5分とかのものだと、ちょうど今日ちょっと、ライブでは電波の入りが悪い。皆さんいかがですか？大丈夫ですか？電波の入りが悪いという お話が出ていますが、いかがでしょうかね。ちょっと今ね、身幅のね、出していますね。はい、6寸5分だとだいたい 24.6 センチ、それから後ろ幅が8寸だと計算すると 30.3 センチ、はい、まあこんな感じになりますよね。ですから奥身幅が15センチ、前幅が約24センチ、後ろ幅が30センチとなります。これ、もう足してみますよ。これ足してみますと、15たす24は、だいたいね、39。39で 30.3、
かける2だから60足せば99センチになるんですね。で、端数を上げると多分ね、これで100になるんです。はい。だから奥目幅15センチのもので、前幅が24センチのもので、後ろ幅が30センチのものを、ぐるっと一周回すとですね、100センチになるんです。っていうことは、この、この着物はだいたいヒップ100の人がちゃんと蓋が着さるぐらいまでは着ますよと、そういうふうになります。これ分かりやすいと思いますよ。要は一つ前身頃を一つ削った分、削った分を見てもらえばちょうど一周回るわけですから、そこで計算していただきたい。で、ここでですね、じゃあその換算表みたいなものを実はね、私なりに、持ってます。で、これをですね、ディレクターさんに今からですね、ちょっと打っていただきます。ディレクターさん、よろしくお願いします。 URL でね、打ちますので。もう声入ってますか、ディレクターさんの。入ってますよ。皆さん、ディレクターさんの声聞こえますか。今行きます、見ますね。はい、今皆さんね、ディレクターさんが今から打ちます。はい、打ちましたか。打ちましたか、うん、はい、打ちますね。はい、今ね、もうすぐ多分タイムラグがありますので、ちょっとこうね、今からタイムラグで出てくると思います。そこに私がこの PDF ファイルで皆さんプリントアウトできるようになっています。これを見ていただけるとね、大体わかりますので。で、寸も書いてあって、寸とセンチと両と書いてあります。で、これね、今ね、じゃあこの一周回りましたよと、この一周回ってヒップが大体できました。ただ、そのまま今このまま100と書いてあってもですね、実は着物って1枚で着るわけじゃないですよね。だから、ヌードの100とこの100はちょっと違いますね。ヌードのヒップが100の人だと、ちょっとこれだとですね、例えば肌襦袢を着たり、長襦袢を着て、その上から着物を着ますので、少しちょっとこれだとね、足らない部分があります。あと、座った時にどうしても着物って前がね、ちょっとこう、はだけるというか、こう、ぐっと開くので、私の考えでは、このセンチが出た約3センチぐらいから4センチ引く、3センチから4センチを引くとですね、ちょうどヒップの適用サイズになります。ということは、この奥見幅足す前幅足す後ろ幅かける2のヒップから、まあ3センチから4センチ引いたところが、まあベストマッチのとこだよと。これディレクターさん、ちょっと出せますかね、その。表ですか？表が。はい。はい、はい、ちょっとごめんなさい、音が入ってなかったみたいです、子供ちゃんの声がと、はい、今ね、うちの、はい、下の息子がちょっとギャッと言いました。でも、子供の声が入ったと思います。皆様お見知りおきを。で、今ね、画面に出ていますよね。こういうのが先ほどのディレクターさんが打った見幅の URL というところで PDF ファイルでダウンロードできるようになっております。で、これもアーカイブ残しておきますので、また分からなかったら見てみてください。っていうことはですね、今ちょうどこの横のこの色がついたところで見ていただければ、はい、ちょっとユーストリームとかね、めんどくさいんですけど、このヒップの適用っていうところが一番右側に書いてあります。このヒップの適用っていうところが、大体私が狙っているヒップの適用のところなのかなっていうことがあります。そうするとですね、ご自分のヒップが、例えば僕の場合はヒップ90センチ。はい、90センチ前後ですから、ちょうどこの上から4段目、1、2、1、2、3、4段目のところですね、4段目のところにはまるわけです。っていうことは、私の着物は、大体、男女関係ないです。
はい、木田割さんありがとうございます。男女関係なくこれ、同じだと思ってください。で、前幅、後ろ幅、ここですね。うち私の、ヒップ90の人は前幅6寸、センチでいうと 22.7 センチ、それから後ろ幅が、7寸5分、センチでいうと 28.4 センチで、お組幅っていうのはその辺だと大体もう4寸で確定してありますので、15.1 センチ、これをですね胴回りで計算すると 94.6 センチ、となるわけです。ということは先ほど言った3センチから4センチ引くと、大体ヒップ90ぐらいの方に、ベストマッチじゃないかなと。でちょこっと太ってもこれだったら大丈夫だよっていうところで、宮場の場合は少し余分を見た方がいいっていうふうに私の場合は判断してます。でこれが基準となってですよ、これが自分の基準と分かって、分かった上で好みを出していくといいと思います。さあ今の好みということが始まりますね。この好みっていうのはですね、実際この標準的な私プロが出したこのヒップの適用の身幅を、元にして自分はもっとこう、これ僕でもそうなんですけど今立ちますね。僕ヒップ90で今6寸の7寸5分でできています。でここちょこっとやっぱりかぶってますね。本当にこの脇線、ここに脇線があるんですね。後ろ幅からの脇線があって、前がこうかぶったところですね。かぶったところがちょこっとかぶるぐらい、ちょうどここのつま下のところでかぶるぐらい、1センチぐらいか、そこらかぶるかかぶらないかぐらいが、まあ僕が今までの経験で、一番着やすいとこなのかなと思っています。で、それがちょうどプラス4センチした感じになるということなんですけども、でこれがですねお茶会とかを習っていらっしゃって、よく畳とかによくよく座ってお稽古をされる方とかは、前幅だけをちょっとたくさん取っとくといいです。これね、後ろ幅をもう広くしちゃうと、ちょっとこう横の線が前に出てきちゃうので、前の姿がかっこ悪くなりますので、お茶とか習っている方は前幅だけ、例えばお組だけ長くする人もいます。でこの辺を覚えておくと、座ることが多い方ではだけたくない人は、前幅だけを増やすこともできます。だからこれ好みの問題なんですね。あとその逆でですね、結構男性とか、よく男性なんかね、私とかでも男性はおはしょりがないもんですから、ね、女性はおはしょりがある、今からそれも説明してきますけども、男性おはしょりないからストーンとこのまま、身ごろがいきますよね。ストーンと、でストーンといった時にこの身ごろがかぶりすぎていると本当に突っかかるんです。こうやった時に、歩いた時にここで調節ができませんので。ってことは男性の場合もっと浅く着たい人の方が多いですね、どっちかというと。あんまりこの脇線がかぶりすぎると歩きにくいので、男性の場合はちょっと、ヒップと今の胴回りが、一緒ぐらいでもね、作っちゃう方も見えます。そうするとね、まあ男性は多少はだけてもですね、これがまた男性のこのいなせというか息というかですね、そういうところもあって、僕としては、結構身幅は細くてもいいのかなと思っております。はい、でじゃあ今のがヒップと身幅のちょっとお話でしたね。ちょっとここまでのところちょっといかがでしょうかね。皆さんどうですか、わかりやすいですかね。ありがとうございます。わかりやすいと言ってくださいましたね。ね、今の適用サイズのね、適用寸法をぜひともよかったらダウンロードしてもらって、ご自分の着物の、ね、前幅とね、お組幅、それから後ろ幅のかける2倍のところがどんだけでできているかっていうふうに、測ってみてください。それと大幅にね、これね、適用はどの辺かってよく聞かれるというとですね、どんなことがあっても10センチ以内だと僕は思ってます。それ以上大きくなったり小さくなると10センチってことはな、5センチ、10センチってことは言い過ぎですね。本当に着やすいとかを求めるなら5センチ以内だと思ってますが、まあ
あの許容範囲で、特に女性の場合はおはしょりでどうにかなるというところは確かにあるので、まあそれでもですね、着やすいというところまで行くとやっぱり5センチ以内、ズレが5センチ以内で収まってほしいですね。でこれが10センチも違ったりとかね、15センチも違うと大変です。もう着れないといった方がいいかな。いくら着付けの技術があってもですね、こればっかりはごまかしが効きません。僕はそう思ってます。やはりね、円柱のものにね、こう紙を巻きつけてもらえばいいですね。円柱のものに紙を巻きつけてみて、どこまで被るかっていうのがありまして、こういう筒に紙を巻いた時に被りすぎると間違いなくこう はだけなくなりますから、歩けない、歩きにくくなる。で一旦外れてしまうとですね、今度ははだけすぎちゃって、もうバッカバカに開いていってしまうだけで戻らなくなっちゃうんです。ですからご自分の身幅がピタッとしたところの着物を着ると、歩いても弾けない、弾けたとしてもスッと引っ張れば元に戻って収まってくれるんですね。戻しやすい、そういうふうに思ってもらえば、僕が一番重要なこの身幅っていうのが分かっていただけると思いますね。ラブリンさんが今おっしゃったみたいで、背中心がね、よく女性の方で身幅が合わない方の一番いい例はですね、こういう感じかな。後ろでちょっとこう絵で描いてみようかな。僕絵が下手くそなんですけど、はい、ちょっと描いてみました。絵が下手くそなんですけどね、これ後ろから見た図です。後ろから見た図で、当然これ女性ですよ。ここにおはしょりがありまして、これおはしょりがあって、ここ背中心で背中はまっすぐ真ん中に通ってるんだけども、このお尻のとこだけがこうずれて、よっぽどね、大きい身幅が大きい人はだいたいね、こう右側にこうずれるんですね。こう線が、こういう方は見たことありません？これは先生が脇を合わせろとか前幅を合わせろって多分着付けの先生はおっしゃるんですけど、前幅をピタッと合わせるとこのようにどっちみちこう引っ張られて、背中心がずれるんですね。っていうことはどういうことかというと、この着物が自分の、寸法に合っていないだけだと思ってあげればいいんです。自分の着方が悪いんじゃないです。これは自分のヒップに適応してない着物を、まあ強引にいわば、着付けの技術でどうにかするっていうふうに着ているだけなんです。だから本来であれば自分のマイサイズであれば背中心が揃うはずですね。これはまあ理解していただければいいと思います。あ、さくらさん、表の通りの身幅での仕立てでした。よかったですね。おそらくなら間違いないですね。で次いきます。さあちょっと面白くなってきましたね。面白いか面白いか、まあ一応攻撃みたいになっちゃいましたけども、次はですね、やっときました。この後ろ、このマネキンちゃん、マネキンちゃん2体今日は実は用意してあります。でそれぞれ着物を用意してありまして、これはどういう風になっているかというと、まずねこの、皆さんから向かって右側のこの木綿の着物の縞の着物を着ているマネキンちゃんは、これ右のマネキンちゃん、この右のマネキンちゃんはまあサリーとしておきますか。サリーちゃんわからんかな。サリーちゃんは、これねこう開きます、前もって僕が、これね、タオルを巻いて、ある程度ヒップサイズ補正がしてあります、補正がしてあって狙ったヒップにしてあります。これは、ヒップ90、右のマネキンさんはヒップ90センチで、作ってあります。それから左のマネキンちゃん、この、色無地の着物ですね。ちょっとブルーグレーみたいな、このブルーグレーみたいな、この左のマネキンちゃんのヒップサイズはこれもね、相当これ
巻きつけてあるんですけども、強烈に、胴体に巻きつけてありますけども、このマネキンちゃんはヒップがですね、実は107センチで、作ってあります、まあ、補正してあります。はい、これちょっと書きますね。これでわかるかな、ディレクターさん。はい、読めるかな、光っちゃった。右のマネキンがサリーちゃんですね。はい、左のマネキちゃんは名前がないですね。キャサリン、ね、キャサリンにしときましょうか。はい、なんか当店ではキャサリンがよく通ってますよね。はい、キャサリンちゃん。じゃあサリーとキャサリンが今から、着物を着ていきますが、ね、サリーちゃんヒップ90で、これね、お互いのこの着物、今かかっている着物は、わざわざ私がこのヒップに合う着物を、用意してきました。ですから左、サリーちゃん、右のサリーちゃんはヒップ90で、ヒップ90に合う着物、身幅の着物を持ってきてます。で、左のマネキンちゃんの、キャサリンちゃんはヒップ107センチに合う身幅の着物を持ってきてます。で、実際これをね、一回、巻いてみまして、どんだけの違いが出るのか、はたまたそれを逆に着せてみたらどうなるか、これやってみたいと思います。さあやりますよ。じゃあディレクターさん、ちょっとこれ狙ってもらいたいですね。着付けをしていきますので、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとディレクターさんが今用意してます。少々お待ちください。今ショットの用意をしてます。これね、マネキンちゃんがね、左がヒップウップ、はい、ヒップウップ、ヒップ100でしたっけ。何が左側の、左側がヒップ107です。107、わざと17センチの差をつけてみました。右側がヒップ90、ヒップ90ですね。はい、じゃあ、いいのかな、まだちょっと大丈夫ですか。テロップをね、今用意してるんですね。テロップをね、もしカメさん、サリーちゃんのキャサリンさん、こんばんはということで、はい、こんばんは、はい、こんばんは、サリーちゃんサリーちゃん、こんばんは、はい、こんばんは、はい、こんばんは、腹話術みたいに、ね、なってますけど、確かじゃあ、てか君は早くやりなさいよ。はい、今行きます、はい、遊んでなくて、いいですか。はい、じゃあディレクターさん、よろしくお願いします。はい、はい、カメラの方の準備、じゃあこっちの着物から着せていって、身幅のところだけをちょっとクローズアップして、見ていっていただきたいので、私がアップしてくださいって言ったら、この右のキャサリンちゃんをちょっと、あ、じゃあ右のサリーちゃんをアップしてくださいね。とりあえず、まあ上は関係なく着せていきますので、上、上半身はあまり見ないでください。この下半身、まずはね、折衷心を捉えます。だいたい折衷心をこう、おお、危ない危ない、折衷心をこう捉えていきますね。で、折衷心を捉えて、もうヒップ90で作ってありますから、後ろの折衷心をかなり意識しといて、合わせてしまえば、よいしょ、これでいいわけです。よっこいしょ。ちょっとね、下半身の下の方がどうしてもこうマネキンの足がないので、ちょっと貧弱な感じになりますが、とりあえずヒップ90に合わせた着物を実際にヒップ90のマネキンに着せることをやります。ね、このように。で、まあ、ここにお足折りが来るわけですが、まあ、ここを見てください。ここですね、この部分、ちょうど被るか被らないかの辺に来てますよね。この脇線が、ここのつま下と呼ばれているところ、剣先、剣先じゃなくて、襟先ですね、襟先のこの奥身の角が、ちょうどこの脇線、ずーっと脇線があります、脇線のギリギリの辺まで来ている。
もうぴったり、これで身幅ぴったりに、できてます。これだったらはだけることもなく、かといって、巻きつきすぎないので、おそらく着やすいと思いますね。この着物は着やすいんだと。で、今一発で身幅も決まりましたよね、お尻の背中心を線が通ってるはずです。はい、後ろ見ますね。ここね、ちょっと画像ではちょっとひねちゃうかもしれないんですけど、まあ、ディレクターさんよく見ていただけるとちょうど中心通ってますよね。ちょうどね、あ、ディレクターさん喋っても喋れないのか。ここずっとこう中心通ってます。だからこう、これはおはしょりをいくらしても中心は捉えられていますので、間違いなく、前に、前から見ても後ろから見ても、ちゃんと中心が捉えています。で、ちなみにこの着物はどういう寸法でできているかというと、先ほどの、ダウンロードした、着物でいうと、前幅6寸、それから後ろ幅が7寸5分で、できています。サリーちゃんは。はい。じゃあ、サリーちゃんありがとうございます。ということで、続いて、こちらですね。これちょっと苦労したんです、私。もともとマネキンってすごい細いもんですから、この、キャサリンちゃんを作るにあたってですね、これタオルをね、8枚ほど使いました。サリーちゃんを使うのに。で、サリーちゃん、上半身がかなり細くなっちゃってますけども、下半身、ここの一番太いところが107センチあります。かなり巻いてあります。で、この着物もかなりで大きくできています。107センチに大体合うかなと。これもやっていきましょうかね。じゃ、あ、もうちょっと落ちてしまいますね。かなり、滑りがいいので、この着物は。ちょっと、ジュ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 、ちょっと。ね、これも背中心を合わせて、で、かぶせていきます。はい、これで合いましたね。これ107センチに合わせてあります。で、こちらもどちらも、このヒップに適応するサイズで着物ができているはずなので、ぴったりと身幅の方は、回っているし、後ろもちゃんと、合わさることができていると思います。これ広襟なんですね。やはりちょっと大きめの方は、これは普段着でも何でもあってもですね、広襟の方が着やすいと思います。ここまで大きな方だと広襟の方が着やすいのかなと思います。で、これもね、ディレクターさん、ここね、横、まあ、ちょっと足らんかなというところですけどね、ちょこっと足らないかなって思うけど、でも十分ここまで回ってます。少し脇線がこれ分かりやすいですね、出てますけども、こう本当1センチぐらいのことです。かぶるかかぶらないかのところが。ですが、これだったらば、十分こうかぶってますし、やはり後ろから見た時にですね、よいしょ、ちょっとお足りをね、しっかり取ろうとする、こう引っ張りますと、後ろから見た時にも背中心は中心を通ってます。ずっとこう中心を通ってます。ですから、こちら のサリーちゃんも、ちょっと話はいいですか、サリーちゃんも、キャサリンちゃんも、2つともこの自分に合った着物を着ているので、着付けをするときに早いんですね。もう背中心さえ決めてしまって、こう引っ張って、皆さんはここでこうやって一回前幅合わせて後ろをこう引っ張ったりして、調節をしますね。こういうふうに、まあ、横から見るとこういう感じで引っ張って調節をすると思うんです。前幅決めたときに、こっちを引っ張るとか、こう逆に今度前幅をグッと引っ張るとか、こういうことを前サイズの着物では、やらなくてもいいっていうことになります。もう一発で決めて背中心取ったら、ここ合わせた時に一緒ですから。だから、こう、しかもそんなに遠く持たなくてもいいですね。自分の身幅に合うところでこう入りますから。で、これがまあ私が言いたいところなんです。では、じゃあどうなんだ、本当にこの着物って融通が効く、融通が効くって言うじゃないかって皆さんおっしゃいますよね。じゃあ、この2つがね、
どうなんだと。やってみますね。今度はキャサリンちゃんの着物を私貸してと。サリーちゃんがね、キャサリンちゃん、キャサリンちゃん一回ちょっと、私着物貸してよってサリーちゃんが言いました。あ、私の着物ね、結構大きめだから、あなた、融通が利くから着物って言って、貸してあげるよと、言いました。で、サリーちゃんもですね、着物は融通が利くと聞いていたもんですから、じゃあ、あんたの着物貸してよと。じゃあ、こっち、サリーちゃんがキャサリンちゃんの着物を着るとどうなるのか。一応、サイズ的には17センチほど違います。さあ、これは面白いですよ。こう逆は着れないって皆さん分かりますよね。絶対に、サリーちゃんの着物をキャサリンちゃんは借りようとは思わないはずですが、逆でもやってみます。じゃあ今度、この、サリーちゃんにキャサリンちゃんの着物を着せます。もうこの時点で怪しげなんですけどね。もうやばそうです。これちなみに接中心合わせて着ようと思いますね。とりあえず合わせて着ようと思うと、これほら、もう前幅、ああ、ディレクターさんこれ見てほしいな。この中、合わせた時に見えますか？ここのね、よし、俺、袖が、ここです。ここをずずってほしいです、ここ。もう逆に折り返さないと、中までこう回すと、だいぶ中まで回っちゃうの。袖がね、私の袖が邪魔なんですね。これね、こうしても邪魔ですか？横でもだいぶ回っちゃってるの分かります？ぐるっと回ってますよね。こんな風にもし回して背中心を強引に合わせようもんなら、このまままたこう回ってくるわけですよ。で、一応ここの脇線を合わせようとして切るとですね、もうこちら側もどうです？ここまでぐるぐるでしょ。もう奥身が逆に脇線ぐらいまで来ちゃってますよね。これを前幅をもう強引に、じゃあまず前幅合わすんだって言って、皆さん多分こうやって前幅合わせて先に前だけこう合わせようと思ってこうできませんね。もうこの時点で多分ダメですね。この着物をサリーちゃんが着ようと思ってももうすごい時間かかりますよね。もうここでもうよし、ここだと、ここで決めたと。これこんだけですよ。こんだけの布を中に入れ込まなきゃいけない。っていうか僕でもこれ着せることは困難ですよね。もう中にはこの逆が中に入っている部分が30センチ以上、下手するともうお尻のこの辺まで入ってます。もうお尻の付け根の辺まで布が入ってます。だからこれはヒップ190センチの人が107センチの人の着物を買うとです、借りるとですね、結局もうほとんど着れないということです。もう着にくいどころか巻きつきすぎて、これ歩こうにも歩けません。で、逆、これは着付けの技術で皆さん折り返して着ればいいのよって言いますけども、折り返してほや当然着れますが、まず背中心が鬼のようにずれてると思います。もうこれ見てくださいね。背中心ここですよ。こっち。もうかなりこっち行っちゃってますね。はい。だから、サリーちゃんは、このね、キャサリンさんの着物を借りたら、ちょっともう着るの大変みたいな。で、これが一つ私が提唱したいのは、こうやってね、マイサイズを知ると初めてこうやってわかるんですね。あ、着にくいわとか、逆に、あ、自分の着物着やすかったわ。これが、その本当に今まで自分が身幅の広い着物をですね、何も考えずに着ていた場合、例えば既製品の着物はですね、どんな寸法でできてるかというと、実は先ほど僕が、100って書いてあった、
前幅6寸5分の後ろ幅8寸で既製品の着物はほぼできています。ってことはですよ、間違いなく足すと100になるから100センチになります。既製品の着物はヒップ97センチ前後の人に適用すると覚えておいてください。で、どんなことがあっても5センチまでだよと言いましたからね、ヒップ93センチからヒップ100センチぐらいまでの、98センチぐらいまでの方しか合わないんです、既製品の着物は。ですからヒップが私みたいにね、88とか89の人がもう着るとですね、既製品の着物は回りすぎて着れません。で、今度逆にですね、このキャサリンさん、キャサリンさんが既製品の着物は100センチですから、キャサリンさんは107センチヒップあるのに、既製品の着物はヒップ97センチに作られてますから、今度は巻きつかずにはだけやすい、もう切れない、っていうことになりますね。だから自分のヒップの適用サイズっていうのをある程度のところをね、ストライクを見ておいてほしいってことです。で、今ちなみにもうついでだから笑い話で、じゃあキャサリンさんが、サリーちゃんの着物を、借りよう、なんかそれか分かんなくってちょっとアンティークショップで買ってきたと、キャサリンちゃんで、アンティークショップの店員さんが着物融通聞きますからって言われて買ってきました。これ昔の標準寸法でできています。6寸の7寸5分、前幅6寸の後ろ幅7寸5分でできています。その着物を着るとですね、今度これディレクターさん分かります？あ、こっちこっちこっち、うん、まあ、100寸だったね。これ合わせようもんにもですね、ここもう見えてま、あ、また袖が、ここがもう胴体が見えてますよね。で、こちらも、もう、ここが、こんだけ合わない。かわいそうですね。かわいそうですよね。ですからもう、これを、キャサリンさんが、強引に着ることもちょっと難しい。合わせるのは簡単なんですよ。足らない分、足らないから。でも、もう、諦めますね、キャサリンさんは。で、サリーちゃんの方が実は罪なんですよ。サリーちゃん巻きつけれるから着れるんですよね、キャサリンさんの着物を。でも今度サリーちゃんは巻きつきすぎちゃって、多分着付けに1時間とかかかっちゃいますね、この着物を上手に着ようと思ったら。で、しかもそれを着ていると、長い間着ているとどんどんはだけちゃうとか、そういうことになります。ですからいくらなんでもこの10センチ以上の差がある着物っていうのは、無理だよと、そういう結論を今日出してね、思っております。皆さんなんかいろいろお話が出てるんですが、ディレクターさんどうでしょうか。はい、声が今、はい、ソージャルをあなたは追えとおっしゃいましたね。そりゃそうです、ね、カメラ操作をしていた私に向かって任せてください。はい、そうですね、下の方から、ね、下の方からね、持っていきましょうかね。下の方からちょっと操作する。一応ここまでなんとなく分かりましたかね、皆さんね。ご説明したしまいましたけど。木田織さんです。そういや昨日ヒップ105センチの方用の振り袖帯の長尺注文入ったなと。はい。二尺超過ということですけど、私さっぱり分からないですね、これね。おそらくその、はい、長尺っていうのは、はい、この幅のことを言ってる、はい、いるんで、長尺っていうのは長さのことだから、はい、身長の長い人は長尺いるんですけども、はい、幅の方はワイドですね、キングサイズとかクイーンサイズって言って、田物幅の場合はそういう言い方をしますよね、はい、幅のことを多分木田織さんおっしゃってると思うんで、はい、ただですね、先ほどの表を見てほしいんです。ヒップ105だとね、普通の単物幅でもね、実は作れます。作れる。作れます。ちょっと今表を上げましたね。さっきの表がね、私ね、自分の表出しましょうかね。ありましたね。ヒップ105の辺だと、
前幅7寸5分の後ろ幅8寸8分ですので、反物の幅っていうのはだいたい1尺でできています。38センチでできています。だから後ろ幅8寸8分、まあ、例えば9寸だとしても34センチで収まります。後ろ幅が前幅より後ろ幅の方が広いから、着物は、はい、後ろ幅が34センチであれば一尺の反物でできます。幅が38センチの着物で、だから実はワイド幅結構ね、横幅、身幅の横幅っていうのは皆さんヒップ100超えてくるとですね、私ワイドの幅だから、たくさん布がいるんじゃないかしらっておっしゃるんですけども、はい、今のところね115センチぐらいまでの方はいけます。普通の幅の反物で。ああ、そうなんですね、はい、あ、帯のことを言ってらっしゃるんです ね、 ですね、木田さん、ごめんなさい、ちょっと間違えましたけども、今日は身幅の話をしてるんでね、ちょっと申し訳なかったです、はい、で、ヒップ115センチまでの方は普通の波幅の反物で間に合います、はい、で身長の方が大事ですね。ということは長さが、着物の長さが長い反物がいる人は、身長です、あと、身長が高くなれば手の長さも長くなるので、反物の幅の一番、問題は、手の長さが長い人に対応しにくいっていうことなんです。これはね、身長でいうと165センチを超えてくる人は、普通の波幅の反物だと手の長さがまずできません。今165なんてザラにいますけど、ね、ザラにいます、ザラにいますけども、結局そうなんですよ、ザラにいるからもうワイド幅にちょっとずつ変わってきてるんですけども、規格が、その辺を自分がやっぱ分かってないと、はい、単物、好きな単物を選んで、で呉服屋さんも分かってらっしゃる呉服屋さんだったらいいんですよ、今の話が、はい、宮場と雪とかの身長の関係が、はい、でも大体の呉服屋さんもしかするとね、わかんない方も多いので、多いって聞くので、その辺はお客さんの方がちょっと気にした方がいいかもしれませんね。165を超えてきたらちょっと雪が、私例えば68センチ以上あるんですよとか、70センチを超えてくるような方、雪が、そういう方はちょっと反物幅38センチだと厳しい場合がありますね、はい、はい、その辺、まず一つ、ね、質問が、はい、それでは戻ります。加藤6252さんですね、はい、私は帯の下では背中心が多少右になるのは OK と教わっていましたが、はい、ということなんですけど、そうですね、まあその辺は考え方次第ですね、はい、確かに気付けでどうにでもなるんで右の方に寄ってもいいと思うんですけども、はい、そういうと、まあ、余分があるってことですかね、布に、そうですね、右に寄るってことは布に余分があるから、背中心がちょっと右に寄ってもいいとは、ちょっと太っても大丈夫、大丈夫、余裕を見てやります。ただまあ本当の意味でマイサイズなのかといえば、さっき言ったようにちょこっと大きめのものを着ていらっしゃるのかなと思うだけなので、もういっぱいずれちゃってる人がいるから僕は言うんですよ。もう10センチもずれたりとかですね、そうするとびっくりしちゃうんで、はい、はい、マサミミンさんですね、上半身の背中心も合っていても下半身はずれると、これは仕方がないと習いました。うん、まあ習ったところの考え方もあるかもしれませんね、うん、そういう教室もあるってこと、ね、まあ一番僕が一番冒頭で言いました、これはうちの考え方で、はい、ただなんかそれは言い訳にしか聞こえないなと、プロの場合はですね、はい、そう思ってしまうんですね、仕立てをする方としてはですね、はい、はい、桜さんですね、はい、下半身の中心がずれていると注意する人は着物を知らない人だと着付けの先生は言ってました。はい、そんな教室が3つはあったなということですね。はい、いろいろとね考え方の違いがあるんですが、はい、これどういうことかというとですね、着物この業界のねちょっと悪いところの一つでですね、こうなぜかねこの業界のつながりの横のつながりが少ないんですよね今まで。例えば僕でも、もう着付けの先生はお見えになったりとかお客様で見えるんですけども、じゃあ着付けの先生と呉服屋さんが寸法のこととか着付けのことを協議したことがあるのかという場所があったのか今まで。っていうとですね、実はあんまりそういう場所って僕の経験上なかったし、実際作る人と着る人と、例えば売る人が、本当に三位一体でそういう話をしたかといえば、多分してない。
でだから、着せる人は着せる人でどうにか着せるっていう技術を磨いていく。わかりますよね。着せる、どうにか着せるっていう方向で、着物の作りというよりは美しく着せる方に特化していくわけです。で作る方はその方にピタッと合わせていきたい方向に特化していくわけです。全然離れていきますね。そうなるともう考え方離れますよね、はい、でも僕の場合は僕も着る人なんですよね。毎日着物生活で私着物着てますので、そうそう、売る人イコール着る人が、じゃあ着付けを教えるとどういうことが起きるかっていうと、やはり着やすい実践的な着物の着付けとかにたどり着くわけです、うん、でもう要は式服とは分けて考えるっていうふうに言ってるんです。僕は何回もね、式服は個性もしてきちっとその体型に合う着物よりは、補正をして、その着物の柄行きとかが綺麗に出るようにとか、そういうふうに、仕立てるもんですから、どっちかというと体型よりも、柄合わせ重視、訪問着とかはそうなってるんで、どうしてもそうなるんですけども、普段着着物のテリトリーで言えば当然そんな時間をかけ取れませんし、着やすい方が長い間着れ楽に着れますから、私の場合はピタッと合わせてあげたいなと思っています。はい、田辺さんですね。関西、大阪では、はい、身幅が広い状態で無理やり巻きつけている状態をマイマイコンコンと呼ぶらしい。おお、マイマイ、何、マイマイ、マイマイコンコン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 、なかなか聞いたことないですけど、それでは皆さんご一緒にマイマイコンコン、はい、次行きましょう。絶対言わないと思いますね、はい、そんなくだらんことは。次は、そうですね、そうしたら、これは、はい、なんて読むんですかね、これバーディーパーティー、ね、バーディーパーティーさん、バーディーパーティーさん、はい、そうしたら妊娠しても着られるってことはないのだなと。そうですね、妊娠でもですね、前、まあ妊娠の場合は前が思いっきり広くなってくるんですよね、はい、どっちかというとヒップが大きくなるというよりはこうお腹が大きくなってくるので、はい、あの前幅をね広くね、取るっていうあの話もやっぱ多いですね、妊娠中は。で昔の人って、妊婦でも当然着てたんです。これね作れちゃったからね、昔の人は家族に一人は着物の仕立てができる人がいたんですよね、本当に、普段着着物生活の時には。ですから妊婦さんがいればもう妊婦用に作っちゃってたんですよね。でもうちのね嫁さんはですね、あの実際本当にあのデルタさん知ってますよね、妊婦の時も着物着てましたよね、はい、着てましたね。あれあの実際じゃあ特別に着物仕立て直したかというと、じゃあそうでもないです。でうちの嫁さんはあのちょっと細いですよね、どっちかというと。そうですね。ですから少しやっぱりね余分めに作ってあるんです、もともと着物が作っておいたんです、はい、やっぱりいろんな子供のいろんな子育てとかで、はい、あのこうお乳もここから上げてますから、あの着物はだけて、はい、だから身幅を初めからちょっと広めに作ってあるんですね、はい、でお乳も大きくなっちゃうもんですから、うん、子供にあげるからね乳を、はい、だから結構ね大きめにゆったりと作ってある、作っておいたんです。そしたらもう大丈夫でしたよ、その辺は。あの妊娠中の専用の服って、ね、専用というか、はい、見越して作っておいて、見越して作って結局2年ぐらいはだってどうしてもお乳をね、1年ぐらいはお乳をあげますから。そうですよね。で妊婦中も含めると2年ぐらいその着物を着ることになるから。ああ、じゃあまあ一着仕立てても、ま、前もってもう作っておいてもおかしくないと、ね、ということなんですね。はい、まさみみさんと私のことです、はい、身長170センチ近いしては長いし、でも、はい、熊谷のこ熊谷の小杉さん、さん、はい、うまく仕立ててくださいました、満足ということで、はい、まあ、小杉さんはね僕の先輩ですから、はい、あの着物のことをよく知っていらっしゃる方はやっぱりちゃんとねお仕立て、当然あの僕なんかより全然あの知識を持っている呉服屋さんも多いし、先輩も素晴らしい方いっぱいいらっしゃいますので、やっぱりもうバチッと普通は仕立ててくださると信じています。そうですよね、はい、でも昔 の, あの江戸時代とかですか、はい、そっちの平均身長と今の平均身長っていうのは、うん、変わってきてます。20センチぐらいですね、しまいますよね。あのですからね、この間ね仕立て屋さんをちょっと 2,3 人ね集めてちょっとお話ししてたらですね、はい、仕立て屋さんのね、はい、
標準寸法と言われているものがあるんですよ。やっぱり仕立て屋さんは仕立て屋さんの教えたところで、はい、ある程度の着物の標準寸法、そこがやっぱ教えるところによって、はい、もう本当に20年も前どころか50年ぐらい前の寸法表を使っていらっしゃる方もいらっしゃるし、はい、かといってストイックに、まだもうでも10年ぐらい前の話なんで、10年ぐらい前のその改訂版、はい、今の子たちが身長も大きくなってきたしっていうところの標準寸法の改訂版を持ってらっしゃる仕立て屋さんもいて、だから一概にだから変わっちゃうんですよね、そこでも考え方が。そうですね。じゃあその個人的な価値観が大きいということなんですか？というよりかは現実を見ていない、そういうことですよね。はい。あとまあ言うなれば着ていない自分が、あ、自分が着てないから分かんないんですね。やっぱりそこにつながるんですね。標準寸法って言われているものを昔はもうみんな決めて作ってたっていうのもあるんですけども、やっぱりね、もう神崎さんがおっしゃる通り150センチ未満だった記憶がありますと、江戸中期でもと、身長がね、はい、だから4尺っていう規格ができたっていう、その御嶽4尺何回も言いますけど、4尺だと大体150センチなんですよ、あの、はい、センチで言うと、はい、で着物の御嶽っていうのは身長と同じですから約、はい、だから身長150センチの人は女性は150センチの御嶽を着るんです。で昔の標準寸法が4尺って書いてあるんですね、大体そういう仕立て寸法に、はい、でも150センチなんですよね、そうですね、身長に言うと、はい、今150センチの女性少ないですよね、逆に少ないですね、ちびちび言われちゃう、ね、まあ、160ぐらいまで上がってきたかな、今はもう150、160近いんじゃないですかね、近いですかね、もう今の子はね、だからそういうところがもう今から変わってくる、今からっていうかもう着ていれば変わってくるはずなんですよね、平均的なところが出てくるから、はい、まあ、その辺をまあ言っていきたいと思います。そういう進歩はね、していかなきゃと思うんですけどもね、うん、そう、まさみみさんですね、菊池今さんの着物で出産を図書館で借りたのが偶然ありますが、サイズを変えたというよりはロング丈の割烹着を上から着たという感じのようです。上からかぶせたっていう方ね、かぶせる方法もありますね、はい、見えないようにというかね、上手にね、それでしたらね、今も持っている着物でもね、はい、全然カバーできますよね、はいはい、かっこいいですね、うん、皆さんやっぱりいろいろねご存知でやっぱり、はい、あのいらっしゃるんで、非常に僕もありがたいというかいいですね、はい、はい、じゃあ一応まあ一通りそのぐらいで、はい、いいですよね、はい、ちょっとね、はい、でじゃあですね、まあ、あの皆さんこの宮場の話今日はずっとしてきたんですけども、あの本当にねやっぱりこの着物の性質上この身幅というのがですね、どれだけちょっと今、大切なのかっていうのを僕なりに話させてもらって、皆さんにもね、じゃあ自分の適応ヒップに適応する身幅の着物をなるべく着た方が着やすいんだと、着れないことはないんです、先ほどどなたかがおっしゃったようにね、あの着付けができるとできます、着物のいいとこです、確かにずらしても着てもいい、ただ、自分の、標準的な寸法を知った上でその着物を着ることに慣れた人は、ちょっと広くても狭くても、上手に着れる方法を身につけるスピードが、明らかに速いっていうのが、当店の経験で分かりました。これはもう着付け教室に行ってるとか行ってないとかじゃなくてですね、自走、まあ、自分で着て楽しんでいらっしゃる方たちの答えだと思いますので、ぜひともですね、まずは自分の基準を見つけてもらってですね、その基準から好み、またやまたまた着方に変えていっていただけると、あの非常にあの東屋としても嬉しく思いますので、今日のところは、そういうことで身幅っていうのは大切なんだよ、っていうことをお知らせします。あ、そうそう、1点ですね、ディレクターさん、はい、つま下のことも喋ってくれって確か先週おっしゃった方がありましたね、お見えになりましたね、はい、つま下、今からやるんですか、やはり、一応テレビジョンの中でやってあげた方がいいんじゃないですか、つま下を調べてくれと、はい、アーカイブで残した方がいいかな、はい、どうぞ、この身幅のところですね、男性でも女性でもこれはお足よりやった後でもここに
すみません、お話中、はい、それはちゃんと収まるお話になるんですかね。簡単なお話なんですか。多分10分以内で行ける予定が済ましたっていうのはですね、非常に重要なんですね。はい、はい、どうぞ。はい、襟先と言われて襟がずっとつながってます。はい、ここまで襟がで、襟ってこうこういうふうに出てますよね。でここから下がつま下と呼ばれるんです。ここから下の寸法、裾まで、はい、ここから裾までの寸法をつま下、襟先から裾までの寸法をつま下と言います。じゃあつま下は 何が重要なのかっていうとですね、この襟先が帯から出ているのか、はたまた女性の場合はおはしょりの下、腰芋ですね、一番初めの腰芋をかけた時につま下の、つま下襟先が、その下に出ているのかどうかっていうのが非常に重要です。これが出ていないとですね、まあ、例えば男だったらこの襟先がここ帯から僕は出てますね、こう出てないとこう引っ張れないしかからないんですね、ここの帯に。これがもし抜けた状態だとするとです。こういう状態ですね。見にくいかな？かっこ悪いですね。そうするとこれ、直せないんですね。こういうふうにピピって引っ張って。はい。わかりますよね。身幅をこう直したりとかですね。することができなくなるし、はだける原因になります。ここがないと。ですから、襟先、つま下の寸法も重要です。で、このつま下っていうのは、大体ですよ。これ覚えておいてください。身長の2分の1が一応つま下の、寸法になります。身長の半分、半分で、男の人の場合は違います。帯を下の方に締めるので、はい、男の人の平、一応平均の、つま下の高さ1尺8寸って決まってます。大体1尺8寸、1尺8寸っていうとですね、はい、68センチぐらいですね、男の人の場合で。身長が170センチぐらいになってくるとちょっと大きくなりますから、長くなりますから一尺八寸五分とかで、はいはい、になります。で身長が180近くなると一尺九寸とかになります、はいはい、ちょっと男の人は身長から4センチぐらい、引いた感じ、引くんじゃないよ、つま下は足す、引く、ごめん、引く身長割る2ですよね、はい、まずはい、そうですね、身長割る2じゃないな、男の人の場合は肩からですから、はい、直結ですから、はい、だから男の人の場合はつま下は一尺八寸を基準にして身長が170だったら5分足す2センチ足す。これね、どういうことかというと、長さが長くなる、僕よりディレクターさん背が高いじゃないですか、はい、そうするとこんだけ高くなるんですよ。ここがこういうことになる、そういうことですね。これがあんまり長くてもおかしいもんですからね、はい、あなたが僕の着物を着るとこれがもっとこう下になるわけです。はいはい、あの下っていうかこれ上がっていっちゃうわけですね。上がっていっちゃう、うん、これおかしい、はい、ので、そういうふうに基準取ります。で女性の場合は身長の2分の1、はいはい、腰でしね、ここで女性は紐締めますから、はい、そこまでいらないわけですね。女性の場合はこうはしょりますよね。はしょりますから、あのはしょりっていうのははしょりがある、絶対必要なものなんですか。あ、まあ、絶対に必要ってわけじゃないですよ。普段着でおはしょりなしで着る人もいますから。何のためにやるんですかね。やはりここお胸がやっぱり出ているとかあって、はい、ここをこう上手に合わせるときに男性みたいにはこうなったりするでしょ。こっちが引っ張られたりするでしょ、はいはい、あ、それの女性はここで全てを、うん、調節するためにおはしょりが、はい、綺麗に着るために、乱れない、ね、乱れないためにするために、はいですね、そういうのでお場所には作られる。でもじゃあ別になしでも普段着出したらそのままに、ね、着れるし、着てる人いますよ。男性の着流しのように着れてもよろしいってことなんですかね、うん、ただやっぱりちょっとはだけやすいのでね、そうやって女性が着る。あ、そうなんですね。やっぱりちょっと皆さんが着てないっていうことは、はい、イコール着にくいんですかね、ちょっと、うん、動きづらかったりね、うん、そういうのがある。おばあちゃんたちみたいにね、ちょっとねこうなってくればもういいんですよ、はい、なくてもお場所には、はい、でも若い方はこうやって着る、帯も高めに締めますし、はい、やっぱおはしょりがないと、はい、帯を締めた時ここのところがおかしくなりますからね。あ、ここを乱れやすくなるってことなんですかね。乱れやすくなるってことなんですかね。乱れやすいし、おかしいんですね。ぐっとここだけ締まってこれブエって広がっちゃうから。あ、そうなんですか。ないと収めて布の余分のところも押さえる、はい、男の人は
腰で締めるから太いところで締めるから、はいはい、ここで音が締めたらおかしいですよ。ほらそうですね、バカボンですね。こういうことになるんです、これおかしいでしょ、この辺が、やっぱり腰で締めるから男の人は和尚いなくても大丈夫としたいということですね、はい。じゃあつま下の話もマイク切れましたよって聞きましたよ。大丈夫ですか。あ、俺マイク入ってませんね。マイク切れました。マイク切れてます。これは電池が切れてますかね。あ、マイク切れてました、ごめんなさい。今入ってますか。入ってますね。あ、マイク切れてました。どの辺からマイク切れてたんですか。すみません、申し訳ない。ディレクターさんとちょっと真剣に喋ってしまいまして、どこまで、どっから切れてたのかな。羽生島さん、ありがとうございます。マイクどこで切れたんですか。今までもしかしてつま下の話は全部切れてましたかね、マイクが。いや、それはないと思うんですけどもね。切れてすぐ書き込みましたよと今来ましたんで、羽生さん、申し訳入ってませんってことは途中からですかね。大丈夫ですね。よかったよかった。多分ずっと聞こえてましたよっておっしゃって。羽生さん、切れてすぐ書き込みましたよということで ありがとうございます。いや、つま下の話は分かりましたね、皆さん、はい、すいません、よろしかったですね。ちょっとね、時間が延長してしまいましたけども、あの先週にね、つま下の話もちょっとしてくれとおっしゃった方もいらっしゃったもんですから、ちょっとつま下の話もさせてしまいました。ちょっと延長、ちょっとです。いつも延長、まあね、ちょっとです。予定は未定、はい、未定は決定、はい、失礼いたしました。アバディパーティーさんがね、雑誌とかはよくモデルさんの着姿で背中心が水にずれてますねと。皆さん細いからかな。その通りですね。またね、雑誌とかのね、特 に、先ほど言ったあの、訪問着とか式服類は、はい、柄合わせ重視で、作りますよね、はいはい、柄合わせっていうと柄が続いている柄とか多いですかね、裾模様で。そうそう、柄合わせを重視して作るとですね、どうしてもね、例えば私たちみたいに細い方は残念ながらね、はい、柄を合わせると合わないんですよ、身幅が、はいはい、ですから柄合わせ重視で当然でも作った方が見栄えがいいもんですから、はい、そういう時はちょっとね、やっぱ補正したりとかして自分をちょっと太くしたりとかする努力をするんですけど、それでもあのすごい細い人はね、しょうがないんですよね、だから切りせる時にちょっとずれちゃう後ろが。ああ、そういうことなんですね、うん、そう、だからバーディーパーティーさんがおっしゃる背中心が右にずれちゃう、これはしょうがないと思います。だいたいそれもさっきの言った、だいたい当たりが、訪問着の当たりがね、6寸3分から、前幅が6寸3分から6寸5分、後ろ幅が7寸8分から8寸2分ぐらいのところで当たりがついているので、先ほど言ったヒップがやっぱりね、95ぐらいから100ぐらいの辺が当たりでできてるんですよ、もう。その辺に柄が合うように目的に作ってるってことですか。作ってる、既製品の訪問着は。あ、そうなんですね。だから別あつらいで各訪問着は、はい、その人に見立って合わせれるってことですよ。だから書けば、例えば藤井しぼりさんでおたくが作ってもらうとしたら、はい、藤井しぼりさんが身幅も考慮して、ここに出るように、ここの場所に出るように線が、この線が来るようなところに行けると、うん、はい、いいですね。だからそれが本当のおあつらえなんですよと、幅まで合わせると。藤井絞りさんとか、だから訪問着のおあつらえっていうところは実は結構重要で、細い人はね、訪問着とかでも本当はあつらえた方が綺麗なんですよ、着姿が、無理がないから。あ、そうなんですね、うん、どうしても柄合わせ重視で作る。で、そういう時はね、脇でどうしてもね、ずらすんです、柄を。あまりにも細い人にね、酷ですから100とかのやつ作ったり、はい、そうなんです、ね、究極のわつらえと言いますけど、やっぱそれはいいですね、はい、そういうことが分かるとね、お金払う価値が出るのかなと思うんです、僕は、はい、自分それをね、払うっていう、うん、まあ価値があるないっていうのはやっぱね、個人差ありますけども、はい、でもやっぱりあの自分に合った服っていうのはね、そういう長く着れます、あと愛着が湧きますから、はい、はい、さあ頑張って、あのタルヨミユさんもヒップ100以内に収めないとと、はい、そう、無理に変える必要はないかと思いますけどね。ラブリーさんもね、大笑いをされていらっしゃいますが、あのまあ一応、とりあえず今日のお話はここの辺にね、しましてですね、はい、着物の身幅について今日は、マネキンのサリーちゃんとキャサリンちゃんにご協力くださいまして、
やってみたい見ましたんで、皆さんね、次回そうですね次回、次回はね、ゲストが来ます。ゲスト、はい、はい、次回のゲストは、ベリー工房の渡辺美智奈さん、はい、名古屋は大須で着物屋さんをやってらっしゃる、まだお若い、メーカーさん、ね、女性の方です、はい、着物メーカーさんですね、はい、ディレクターさんもお会いしたことありますね、はい、あの可愛い子が、お見えになりますので、いじめないように頑張っておじさんが一緒に楽しく、ね、ベリー工房さんの商品を紹介しながらやっていきたいと思います、はい、すごく有名な方です。あのブログ上とかでは非常に、アンティーク着物の着方から、いろいろ提案から上手な子で本当にカリスマチックなあの、ね、方が来ますので、皆さんぜひお楽しみにしてください、来週は、3月3日9時から、やはりこの、時間で始めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあそれでは番外編この後やりますのでまたお楽しみください。それではラブリンさん、やっぱり10分じゃ無理だ。